水中を歩いているかのようなトンネル水槽。柱を使わず視野いっぱいに広がる迫力満点のフラットパネル。水族館用の大型パネルでは世界シェア 70% を誇り、あらゆる形のパネルを生み出すことを可能にしたのがニップラの技術だ。美しい瀬戸内海を望む香川県に水族館を中心とした大型アクリルパネルを製造施工するニップラがある。その製造技術は世界で認められ、今や世界120カ国140カ所以上の水族館で使用されるまでになった。ニップラは1969年に設立。水槽ばかりではなく、大手メーカーの照明器具の傘も製造していた。しかしその後、自社ブランドのアクリルパネルの製造開発に的を絞ることを決断する。ものづくり名人の中条俊文さんは当時をこう振り返る。やってもうまくいかん、何か問題が起きる、どうするか、ほんならもう夜帰るのも12時とか、僕らはもうトラブル続きだったから、それがあって今なんですけどね。やはり中条さんはニップラのものづくり名人たちを率いる工場長。常に最前線でアクリルパネルの開発に全精力を注いできた。そもそも水族館で必要とされるのは水圧に耐える強度と透明度。巨大なパネルほど強度が必要とされるが、アクリルを何層にも貼り合わせるためどうしても透明度が落ちてしまう。そこでニップラはアクリルを貼り合わせても透明度の落ちない接着技術を開発。中条さんは150ミリの板を完成させた時に一番感激したという。この時代はね、もう20ミリが一番厚い板だったんですよ。20ミリが一番、それを7枚貼り合わせてね、150ミリにしたんですよ。その時のが一番感激してますね。現在では750ミリのアクリルパネルを製作できるまでになった。そしてその厚いパネルを水族館に持ち込むためにはニップラの開発したもう一つの技術が必要だ。現場での組み立て技術である。まあ、できた板あるものだけを持っていてポコッと入れたんだよ。それはもうどこでも同じな仕事なんですけど、それを3枚4枚つないでやるという仕事をやるというのが、まあうちのね技術であり、誇りを持って僕らも怖さはありますけど やっていかねえかん。もう全施工をニップラの私らの従業員がやろうかということですね。だから満足感はもう一つありますよね。全部やるからね。はい。その施工技術の結集が沖縄美ら海水族館の巨大なメインパネル。高さ 8.2 メートル、幅およそ3メートルのパネルを横に7枚つなぎ、幅 22.5 メートルにするという大仕事だった。もうあの時は本当の心臓ドキドキ、これが現場がまあねありましたけど、あんだけのものが8メートルのものが立ててですね、それを6枚積むのかとか7枚積むのかとかいうようなことの考えたら、もう怖さ以上ですね。もう何もなんかこう真っ白になって、その怖さがなくなったね。逆にね、もう本当のああいうのは初めてだから。このメインパネルは2003年10月、ギネスにも認定され世界一になった。しかし中条さんにはそれよりも嬉しいことがあったという。まあ沖縄の美ら海でも行きましたけど、ほらもうみんなが見たらわーいう歓声聞いたら、やっとやっぱり良かったかなと。俺が苦労して俺がやったんじゃといいとなるけど、そんなもんじゃないですけど、まあまあね、そういう気持ちはやっぱりありますよね。嬉しいですよね。車の工場で仕事をしていた18歳の頃の中条さん。それ以来ものづくりの現場にいる。車のね、自動車の修理の方、僕も車が好きなんで、もうそちらの方に飛び込んで。中条さんがものづくりを志す若者に大切にしてほしいと思っていることがある。夢を持ってね、
やっぱこれを目標にという一つのね夢ですね、うん、僕はこれでいきたいと思うんであればそれを貫いてやればいいんじゃないかなと。水族館の歴史を変えたニップラ、水槽の大きさに限界はないという新しい常識で、これから自分たちが作った歴史を自分たちで塗り替えていくことになるだろう。